現 WBO 王者岡田博樹。アマチュア出身の岡田はインターハイ、国体と2大会で優勝すると何者入りでプロデビュー。全勝のまま日本王者に就くと、かつての木村、亀貝を彷彿させる圧倒的強さで挑戦者を寄せつけず、6度の防衛後現状。アジアタイトルを持ちながら着実に世界ランキングを上げつつあり、今回の試合で世界との距離を周りに見せつけることができるのか。世界に向けて前哨戦って呼ばれてもいいようにいい勝ち方して頑張りたいです。本日の第3試合スーパーライト級8回戦を行います。赤コーナー140パウンド川上宝石ジム所属、ここまで17戦全勝 12KO、 2015年度チャンピオンカーニバル関東賞、最新ランクは世界ランク世界挑戦権4団体ともにランクイン。世界スーパーライト級 WBC 10位、WBO、IBF ともに第5位、そして WBA 世界スーパーライト級第3位、6度の防衛を果たし返上した第38代日本スーパーライト級チャンピオン、現 WBO アジアパシフィックスーパーライト級チャンピオン、岡田。2分の1、フィリピン、ここまで20勝6敗1分け 12KO、 ノンタイトルながら WBO アジアパシフィックスーパーライト級チャンピオンに挑戦するフィリピンライト級第9位、シソーモラレス。ジャッジ染谷美智也、同じく福地雄二、同じく中村達彦、レフェリー吉田和俊。はい、なおラウンド1、Thank you.
分40秒 KO 勝ちにより勝者